どうしましょうか。どうします、どうしてこの辺で、この辺でいいんですか。あ、いいです。あ、そういうことですか。そうそうそう、どこどこ、はい、いいですよ、いいですよ、その辺で、はい。おはようございます。本日は昨年末にやったイベントで T シャツが当たった方に T シャツをお渡ししたいと思います。あ、はい、いつも見てます。あ、はい、拝見させていただいてます。あ、T シャツを受け取る方法は、登山口まで僕のところに取りに来てもらう、当たった方が登る日に僕が登山口まで届けに行く、僕と一緒に登山をしながらもらうという3つの方法がありますが、今回の当選者は3つ目、僕と一緒に登山をするという方法を選択したので、今日は当選者と一緒に登山をしていきたいと思います。ということで現在、鎌北湖駐車場に向かっています。おはようございます。すいません、早いですね。何分ぐらいに着きました。あ、でもね、10分ぐらいしか経ってないです。あ、そうですか、あ、じゃあどうしましょうか。あの、準備されますよね。そうですね、はい、じゃあお声掛けしますんで。そうですね、はい、じゃあ後ほど、ちょっと3分ので、はい、はい、もう行けますか。あ、行けますよ。今日一緒に登っていただく見事当選されたカトゥさんです。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。前にプンさんの動画で、あの丸山の動画見て、ああ、パラグライダーの場所とか、ああ、ちょっと行ってみたいな。あ、行きましょう、行きましょう。過去に来られたことってあるんですよね。1回だけ、逆からなんですよね。北向き地蔵の方から行って、クリアで降りてくる。あ、はいはいはい、なるほど。いい。そうですね、はい、それじゃあ行きましょう。で、夏高尾山に来ていただいたじゃないですか。あの時はアイスコーヒーいただいたんで、はい、多分今日ホットなんですかね。あ、なんでアイスとホット両方いただけるのは嬉しい。そうですね。そうですね。こっからしばらく登りは頑張んないといけないですね。なんか先っぽが、ええ、なんかその分クニャードが逆に戻った感じ。でもこれだと意外に持ちそうかもしれない、はあ、すぐそこが物見山。まだ時間早いからあんまりいないかもですね、はい、あ。風だと、はい、粉も気をつけないと飛んじゃいますよね。確かに一
一応コーヒーって聞いたんで、わかんないけど、一応なんか、はい、お菓子をなんか、よろしければ。あ、いいんですか、ありがとうございます。雑ですけど、やり方が。短い時は豆持ってきてここで引くんですよ。なるほど。参考が長い時は粉にして持ってくるような、うん、でここでドリップするっていうのが多いです。この間のちょっと寄せ集めの動画の時あったじゃないですか、はいはい、コーヒー燃えてませんでした？燃えてない、燃えない。あれどういう状況だったんですか？あれはお湯を沸かすのにあっちを使ってて、バーナー使ってて、使っててで、お湯沸いたんで移したかったんですけど、地べたがあまりに低かったんでちょっともう火は消えたかなって勘違いして、はいはい、だちょっと高い、高いところに乗っけて、そこで継ごうかなと思って、はい、そしたらまだ火が残り火っていう感じですね。あれ残り火、はい、火自体は消えてたんだけど、うん、ちょっとくすぶってた。あれアルコールストーブだったんで、バーナーだったら消せるんですけど。あ、アルコールの方だったんですか、よいしょ、これでいったはずです。じゃあどこで継ぎますか、はい、どうしましょうか。どうします、どうしてこの辺で、この辺でいいんですか。あ、いいです。あ、そういうことですか。そうそうそう、はい、どこ、はい、いいですよ、いいですよ、その辺で、はい、すいません、ありがとうございます。動画カメラのことを考えていただいて、いえいえいえ、撮りにくいだろうなと思って。いやでもすぐ冷めちゃうかもしれないな。あ、今日は風も強いし寒いから。じゃあこれも、あ、いいですね。サムネ用的な、絵的にもいいですね。私も撮っていいですか。あ、影、大丈夫。あ、私が影、大丈夫。あ、大丈夫です。ございました、お待たせしちゃいました。じゃあ乾杯。乾杯、いただきます。うまい。これ塩気なんで。うまいな。今回で美味しいです、ね。ありがとうございます。いただきます。何でも、はい。そのカップだとまだ暖かいですか？暖かい、すごく暖かいです、ね。いいですね、はい。そのカップ。私のやつ木なので、はい、もうだいぶちょっとぬるめに。ぬるいですか？うん、はい、中に空気の層一枚あると、はいはい、違うみたいです、ね。よく言いますよね。それ間違って。バーナー、寒い中なんかお仕事させちゃって、なんか、いえいえ、全然全然全然、ごちそうさまでした、おいしくいただきました。突風来ましたね。突風、そうですね、突風来ましたね、今。これ渡さなかったらシャレになんないですね。確かに、はいはい、まさか当たると思わなかったですからね。あ、ですよね。ね、